ちは、ビリギャルのさやかです。にんにん、ご無沙汰してます。私は今日本に、まあ、年末年始も来てたから半年ぶりぐらいかな、戻ってきて、やばい、全部安いと思って爆買い中で、久しぶりの日本を楽しんでおりますが、今日はですね、私がいつも愛用しているオンライン英会話のキャンブリーさんが新しい機能を発表されたということで、それをね、試しに使ってみて皆さんにレポートしたいなと思っています。なんかいつも私英語やるときに、まあ、英語じゃなくても何でも勉強そうなんですけど、現在地を知ろうねっていう話をよくしてます。だってさ、なんか自分のレベルがどんぐらいなのか分かんないで、とりあえず勉強して目的地まで到達するって結構無理ゲーな話だと思うので、まず効率的な勉強法をやるには、自分が今どこにいてどこに向かいたいのかっていうところをちゃんと感覚でもいいので分かろうねって話をよくしてるんですけど、まさにこの機能はその現在地を知れる機能になってますので、これね、月額払う前にできる無料のサービスなので、ぜひ皆さんにもお使いいただけたらなと思います。ではちょっとやってみたいと思います。で、これがトップの画面で、ここにね、もうすでにあなたの英語レベルをチェックしましょうって書いてあるところを開始すると出てくるし、あと進捗状況の診断テストってところでも同じところに行くみたいです。私最近英語喋ってないので、ちょっと喋れるか分かんないんですけど、それも含めて皆さんちょっと見ていただきますね。で、開始のボタンを押すとこういう風になる。 Let's find your English speaking level。あの、これはもうそんなテストっていうよりカジュアルなものだよ、リラックスしてねみたいなことが書いてあります。目的はあなたがどれぐらいのレベルにあるかっていうのを測るだけなので、気楽にやってねっていうことです。で、今からいくつかの質問をシステムが私に聞いてくれるので、あの、私が答えていく、声を出してっていう塩梅です。英語を話す準備はいいですか？3分から5分です。インターネット環境の静かな場所であることを確認してください。このクイズは一度しか受けられません。自信を持って臨みましょうです。頑張ります。お気に入りの場所をディスクライブしてください。 Describe your favorite place to visit. What is it like there? その場所はどんなとこですか？で、これを理想では30秒から45秒で説明してくださいということです。で、皆さんがここをマイクのマークを押さない限りスタートしないのでね、安心してください。では行きますね。 In my case, it's definitely New York City. I used to live there and there are so many, plenty of nice bars and restaurants and cafes. You will never get bored. You can enjoy high quality, quality entertainment shows like Broadway shows orSomething like that. So I strongly recommend you to visit there. Additionally, I have so many friends there. Already miss them. So I'm gonna go back there. はい。すごい、見て。私が言ったこと全部リアルタイムで書き起こしてくれる。これで自分がここのグラマー違ってたなとか、後で見直せるようになってるのかな。で、これをコンファーム。確認します。押しますね。出てきた。見て。もう流暢さ。素晴らしいですね。あなたの回答は言葉やフレーズを繰り返さずに自己表現する力を示しています。流れがよく豊富な語彙力を示しています。その調子頑張って。包括性。あなたの回答はニューヨークシティとその魅力について簡単に触れていますが、その場所の具体的な詳細についてもう少し説明するといいでしょう。また同じフレーズを繰り返さず、より詳細な説明を心がけてみてください。一貫性。あなたの回答には明確な結論があるといいでしょう。また最も楽しむという点について具体的な詳細を提供するといいです。またあなたのアイデアはより整理されていると回答がお安くなります。なるほど、これすごいね。すごくない？質問ごとにこれが出てくるから、次の質問の時にこのアドバイスを役に立ててねっていうことでこういうことになってるんだと。私てっきり3つ終わったら出てくるのかと思ったんだけど、1個ずつ出てくるから、これはいいね。だから私の改善点は包括性と一貫性。なんか適当によく考えずにとりあえず喋る能力私あるのでもうちょっと考えて喋れよってことだな。すごい、あのアドバイスも的確で、これ結構クオリティ高いと思いますね。さて、今ね3つ答えてみました。これでフィニッシュ、3つ終わったんでフィニッシュしますよ。そしたらどうなるかというと、さやかさんお疲れ様でした。中上級です。グラマーは5分の4、ボキャブラリー5分の4、コヒーレンス、これは一貫性ですね、5分の4。あなたの現在の英語力は中上級ですというふうに判断していただきました。キャンブリーの先生たちはあらゆる英語レベルに対応しているので、あなたのレベルに合わせてカリキュラムグループレッスンも選択できるよと言ってくれてます。週に1時間半ぐらい喋れるコース、そして1時間ぐらい喋れるコースはいくらいくらだよっていうので、こうやってサブスクライブできるようになっています。こういうふうに皆さんの現在地を知って、でそれによって
どこから始めていくのか、どんなことを始めていくのか、で多分先生にもこれやったって聞かれることもあるかもしれない、中上級でしたみたいなことを自分のレベルを言うと、そのレベルに合わせて先生たちもお話をしてくれたり課題を出してくれたりするので、まあ、まずはね、皆さんに現在地知るっていうのはすごく英語を上達していくためにはすごくいいスタートなんじゃないかなと思います。で、私1個思ったんですけど、 TOEFL、IELTS やる人はこれすごくいいと思います。なんでかというと、 IELTS も TOEFL もスピーキングのテストがあって、そこでね、まさにこういうことが聞かれるんですね。質問にちゃんと答えてるかどうかとか、どういう風に答えるべきなのかっていうのを結構 IELTS と TOEFL は問われるんですね。で、これがまさに留学とかで必要なスキルになってくるっていうことで、多分ああいうテストは通ってると思うので、それのお試しというか、まあ、こういう感じか、全然できないなと思うだけで今いいので、ちょっと試しにやってみるとすごく TOEFL や IELTS の準備とか心構えにもなるんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。今日はキャンブリーの新しい機能、皆さんの現在地を知るための英語力の判定テスト、皆さんと一緒に見ていきました。まあ、これ無料ですので、皆さんがまず会員登録したらまずできることなので、ぜひ試しにやってみてほしいなと思います。では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ビリギャルさやかでした。バイバーイ。